県庁を訪問したのはトライフープ岡山の大森勇ヘッドコーチや高畠圭介キャプテンら4人です。茨城知事と面会した選手らは来月開幕する新シーズンに向けて1人ずつ意気込みを語りました。リーグ参入5シーズン目を迎えるトライフープは今シーズン選手の3分の2を入れ替えるなど戦力を強化し、大森新ヘッドコーチのもと B2 昇格に向けて新たなスタートを切りました。茨城知事から激励を受けた選手らは新シーズンに向け決意を新たにしていました。選手全員が一生懸命本当ディフェンスで全員で守って、その後に全員でも全力で走って攻めるというバスケットを展開したと思ってますので、会場に来ていただけたらなと思います。メンバーが入れ替わり、いい選手が来てくれて、こういいチームがこうできつつあるので、岡山県をこう盛り上げる気持ちでやっていきたいなと考えております。トライフープのホーム開幕戦は来月14日津山市の津山総合体育館で、 B3 に今シーズン参入した福井ブローウィンズと対戦します。